前は先生です。1時53分ですね、夜中ですね。火曜日、10日ですか。シグナルは来ない。日に一遍ぐらいですかね、シグナルが来たとしてね。シグナルは来ない。で、こちらの方は 91% なんだけど、1勝1敗で昨日負けてるんで、赤表示になってます。だからこれはシグナル出ません。変わるかもしれないです。この1敗のところが、1敗のところが抜ければ、文字戻ると思うんだけど、一応 91% ですね。これも、これは 92%。まあ、このシグナル通りやってれば、億万長者だと思うんだけどね。90% 以上のシグナルって少ないんだよね。動画を見ました。YouTuber の写真を見てたらね、YouTuber のホームページ開いてたら、顔を見たら、こっちかかってきてね。ちょっと爪でもね、ちょっと携帯もちょっと非常に用意してんだけど、ここ繋がんないんだよね、外でないと。ちょっと爪切んないと。市場でも人でもね、問題がある人っていうのは人間たちが何もしないの。してるのは宇宙生物だけ。だから飛ぶんだけども、これいけない人だなって言えば、わかるんだけども、人間たち一切対応しないからね。ただ、頭では動くんだよね。宇宙、生物って宇宙全体で生きてるから。だから、ここで動いちゃうと、人間そういう悪いのとか処分しないから、こっちやられちゃうんだよね。加勢しないから、誰も。犯罪者とか。人間は良くないことしたなとか犯罪人だなとか使っても宇宙生物がね処分しないしかしないの。人間やんないからそういう頭になっても動いちゃうんだよ。誰も人間やんないからこっちでやられちゃう。働かしてね、しかないけど、それだけね、被害を受けるの、人間たちは。そっちの方になっちゃったの、働かしてな。そういうね、危険な人とか、放置すると、
その周りの人が被害を受けるわけですよ。でこっちはそうはいかないから気をつけないと。周りの罰則も与えるようになっちゃったし。しかし、被害を受けた人たちは悪いことしてるんだから、被害を受けたことにならないよ。面白いからもう全部ほったらかしになっちゃったね。今爪を研いでるんですけど、私の方が怒るというかね、宇宙生物が怒るんだよね。そんなに合わせないです。地球環境で全然いないんでね。悪いのは無法地だから、宇宙生物がそう頭を動かしたって人間たちは全然承知しないから、そう宇宙生物が動いてきたってこっち動かすようなことしないでくれよな。こっち気がしちゃうからな。地球内では全然無理すんだから、みんな悪いから。そんなの対抗したら殺されちゃうよ、ね、誰も捕まえないし、援護しないんだから逆に手助けするよ、悪い方に。この地球環境ではそういう世界だから。宇宙の生物がこれ間違ってるから、人間の動きが間違ってるからって。ね。処分しないといけないなって。だって地球では全然逆だからね。悪い方に加勢するからね。オタクたちが言ってるって言ったら、動けねえや、女の子。悪いのから処分するのが当たり前だって。ここはそう簡単にいかないんだよ。逆に来るんだよ、もう。悪いのがいたら余計に生かすからさ、人間たち。そちらと違うんだよ。爪焼けたけど足も切りたいなあ。ここ入ったから切るか。今日停電があったんですよね。なんで停電があったのかわかんないけど、シグナル来ないね。調整しとってね、今やってんだけど、うまく調整できればね、このシグナル通るでね、92% だから、まあ 20% 落ちたとしても、ね、72% でしょ。72% だったとして、稼げるんだったら、もう、このシグナル通りにいつも、そうしたらいいわけです。まあそんなことでシグナルが入らないよということで録画を取りました。